はい、というわけで始まりましたラグマス動画。もう我々ちょっと最近パーティー付いてる、せっかくなんで、これもギルドコンテンツの一つなんですけど、バルハラ遺跡、バー遺跡行ってみようかなと。シルバー勲章、それが必要で、レベルが40、60、80、一番高いの100なのかな。40でも40個必要なんですね。やってみる。行くぞ。はい、これ俺らも開けなきゃいけないんじゃない。マジで一人一人40必要。これ意外にきついね。シルバーバッジだけでもきついね。まあ言って一度終わりでいいんじゃん。あーでもまあまあタフっすよ。これババちゃんが弱いだけだよね。あ、ゲート失恋した。まあまあじゃあ行きますか。さあ誰かが行けばいいのかな。そういうことっすね。全てのモンスターを倒さなければ前には進めません。だってはい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 。でもなんか1体ずつ設置されてるな。あ、でもまあ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 単体こんなめちゃくちゃわらわらって感じじゃないから、なんかそんな言ってまだ自動でいいんじゃないですか、ね、まあまあまあその手を下すまでもない。広いね。いや広いですね。確かにそのやっぱ道場と比べたらえらい広いですね。ちゃんとしたこれダンジョンなんだね。タワーっぽい雰囲気ですよね。どっちかっつったら明るいタワー、道場より明るいタワー、うん、で、でもなんかいやちょっと3つだぞこれ。奥真ん中でしょ。真ん中行く。またまたそんなリアル本丸行くみたいな話じゃないのこれ。大丈夫。いや、あーでもまあ同じような作り。え、なんか戻ってる。え、これまさか同じ感じですね、これは。ループしてる。階層はよくわかんないよね。このなんか全容というか迷ってる、迷ってます。あ、ちゃんと、なんかちゃんといいな。なんだなんだ。え、なんかちゃんと進んでる。え、じゃあここは小部屋。これこそ外れ小部屋みたいな感じ。いや、確かに確かに。え、これ迷うな。やべ、なんかダンジョン全としてこんなの初めて。そうっすよね。ああ、またいっぱいある。完全に迷子って。もう時空に閉じる。これなんか決まったルートあるのかな。ボスとかいるんすかね。あ、なんかさ、MVP のマークない。なんかね、エンジェリングいますよ。お、あ、倒した。お、ニーベルンゲンのかけら、イルニウム原石。お、なんかすっげえアイテム。え、なんかめっちゃもらえる。え、なにこれ。いや、しかもまたワッポイントめっちゃない。上か下かじゃないですか。いや、本当に確かに上か下かですね。ていうか、終わりじゃねえんだ。確かに。いや、どうなんですかね、俺。もう帰れる。あ、帰れる。帰れない。帰れない。帰れない。マジっすか。めっちゃ長くね、これ。無理だよ、これ。どうしよう。あ、違う。あ、でもなんか、いる。強いな、これ。これもなんか多分、ボス。今、スキルをセットしようとしたら死ねた。あ、ありがとうございます。マジさん。任しとけよ、俺。本当だ。あ、耐性をダイモンって言って。が出たっつって言ってるよ。あ、この金色のやつじゃね。なるほどね。エンペリオンゲットしたよ。これで一段落なのかな。なるほど。じゃあ、ちょっと入ってみますか。はいはい、戻ってきた。戻りましたね。ってことは、クリアしたってことだよね。おー、よかったよかった。おー、奇跡だよこれ。でもさ、なんか行ってねえとこあるかんない。そうっすけど、でも報酬見た方がよくないですか。何が手に入ったのかって。オリデオコン原石とか。あ、本当だ。手に入りましょう。納品しろってことじゃないこれ。このニーベルンゲンのかけらはクエストでも使うし使用できますね。バルハラ商店でレシピに変えられるんですよ。これ今11個だね。これはなかなかっすね。英霊装備みたいな。貯めて頑張ると。武器は見た目装備っぽいね。紋章とかレシピの方がってことですね。そう、不死種族用のあれなんですね。まあだからそこまででもないのかね。まあただシルバーバッジに余裕がないとちょっと上の方が行きにくいよね。でね、これさ、ここ左上行ってみるっていうのはわかるんですけど、あと3体ボスいますよ。マジで。え、本当だ。そういうことこれ。あと3体いるってことは、まあだからそこそこかけらとかボスアイテムもらえるってことだから、ただ行き、まあそれなりに時間かかるね、やっぱ。なんかやっぱそのフィールドを把握しておくとちょっと楽そうっすけど、まあ今初見で行っちゃったから迷いがすごかったっすもんね。で、1回開けたら3日ぐらい行けそうですね。8時間半と3が多分3日なんじゃない。でもリアルにこの表記ある。まあちょっとずつやるもよし。そうそう、とか一応ボス倒しちゃうとか。どっちもね、貴重なアイテムですから。うん、1回開けたら全部クリアした方がいいよみたいな。そうですね。ただクエストでやっぱりこのニーベルンゲンのかけらが必要になるので、何回かは解くことになるんではないかというわけで、バルハラ遺跡ちょっと行ってみました。はい、また引き続きね、先の方攻略できるようになったらお届けできればなと思います。というわけで、また次回お会いしましょう。バイバイ。